おはようございます。星野瑠璃です。2024年、札幌記念と CBC 賞の予想。ということで、今週は札幌で札幌記念と中京で CBC 賞が行われます。この動画では2つの重賞の予想をしていきたいと思います。まずは札幌記念の予想ですが、今年も豪華メンバーが揃ってレベルの高いレースになりそうです。 それではいつも通りデータから紹介していきたいと思います。それでは早速データその1。五歳馬。札幌記念は五歳馬が一番活躍していて、過去10年で14頭が馬券に絡んでいます。右の数字は札幌記念時の人気になっているんですが、 馬券に絡んだ14頭、すべての馬が5番人気以内の馬でした。つまり、上位人気の5歳馬が狙い目となっております。今年出走する5歳馬は、ジオグリフとモズゴールドバレルの2頭となっております。ジオグリフは5番人気以内になりそうな馬となっています。 続いてデータその2前走 G1 出走馬前走が G1 レースだった馬が8年連続で馬券に絡んでいます過去10年で6勝していますので軸候補の最有力候補となりますデータで色が ついている馬は五歳馬となっています馬券に絡んだ年は前走 G1 馬の五歳馬が必ず馬券に絡んでいます今年出走する前走 G1 組はジオグリフシャフリアールステラヴェロ,ローチェプログノーシス ノースブリッジの5頭となっています。前層 G1 組の5歳馬はジオグリフのみとなります。続いてデータその3。一番人気。一番人気の成績は良くなっていて、過去20年で見てみても14頭が 馬券に絡んでいて、かなり信頼できます。ただ、過去20年で4勝しかできていませんので、勝ちきれないことが多いです。今年の一番人気はプログノーシスですが、2着、3着に取りこぼす可能性も考えて馬券を購入した方がいいかなと思います。 ここまでがデータの紹介となりまして、ここからはまとめに入りたいと思います。土曜日は両馬場で行われて、日曜日も日曜日も晴れ予報ですので、両馬場で行われそうです。ということで、私の本命は、6番のトップナイフにしたいと思います。 前走は長期休養明けで息が持たないような感じでした。前走の時はかなりの量の調教を積んでいたので、前走時に体はできていたでしょうから、一回使ってさらに状態はアップしているのは間違いありません。札幌は初勝利したコースですし、去年の札幌記念も2着に構想していますので、相性がいいコースとなっております。 以下は1番のドゥラエレーデ、2番のジオグリフ、3番のボッケリーニ、4番のシャフリアール、11番のプログノーシス、12番のノースブリッジまで。ということで、回目なんですが、3連拍で流したいと思います。なので、3連拍の一等軸流しで、軸が6番。相手が 1,2,3,4, 11、12の計15点。このあたりで資金配分して購入しようかなと思っております。続いて CBC 賞の予想です。今年は北九州記念と時期が入れ替わっていてデータ予想がとても難しいのでデータはなしで予想します。ということで早速ですが私の本命は 3番のバースクライにしたいと思います。この馬は今年のオーシャンステークスで3着だった馬です。そこそこレベルの高かったオーシャンステークスで上位に入った馬はその後も構想している馬が多いです。バースクライの前走はプラス12キロの492キロで 3走前のシルクロードステークスもプラス8キロの490キロで凡走していたので、絞れていればもっと走れていてもおかしくありません。今回は叩き2走目で絞りやすい夏となってますので、前走以上の競馬に期待できそうです。かなり馬場状態の良い,い中京の芝コースで内枠を取れましたので、 ある程度先行してくれるんじゃないかなと思います。以下は1番のドロップ・オブ・ライト、2番の北野エクスプレス、5番のグラン・テスト、6番のスズハ・ローム、7番のジャスティン・スカイ、12番のカン・チェン・チェン、カン・チェン・ジェンガ、13番の湘南・ハ楽、15番の名将ソラフネ、16番のアグリまで、 ということで、買い目なんですが、3連服でバースくらいを軸にして、2列目に7番のジャスティン・スカイ、13番の湘南白楽、16番のアグリを置いて流す買い方にしたいと思います。なので、3連服のフォーメーションで1列目、3番。2列目が7、13、16。3列目、1、2、5、6、7。 12、13、15、16の計21点。このあたりで資金配分して購入しようかなと思っております。じゃあ、こんな感じで、今週は土曜日に収録させていただいておりますが、日曜日の重症をバシッと当てていきたいと思います。じゃあ、2024年、札幌記念と CBC 賞の予想、こんな感じで終わります。参考にしてみてください。じゃあ、またねー。 19日まで、神岡駅の京急百貨店でやっているハワイポリネシアンフェアに私がやっているルルオリというこういう服を売っているブランドが出店しておりますので、私も7階の祭事場にいます。お近くの方遊びにいらしてください。